1曲目にセカンドセット1曲目にお届けしましたのはメルという曲でした。それこの次の曲はマソック2018が始まった時2月7日が初合奏だったんですけど、その初合奏より前に決まってて、初合奏の時にやった曲、そう、初めてやった曲、ね、初めてやった曲ですね。はい、はい、では行きましょう。2曲目ウォーキングアバウト。Thank you.
ったんですけど、皆さん耳は大丈夫ですか？Thank you.
Thank you.
この、ラストライブなんですけど、もう今なんですか、9時を過ぎたところですね、6時半からやってたのでもう結構長丁場なんですけど、実は次の曲で最後になってしまいます。セルフですねありがとうございます。で、最後の曲に行く前に、バンコンからちょっとだけ、まあ1年の終わりということでちょっとだけお話しさせていただこうかなということなんですけど、どっちから行きますか？あ、私から行きます。マジで？はい、わかりました。ではバンドマスター遠山さんどうぞ。はい、マサック2018バンドマスターをさせていただきました遠山美里です。本日は本当にお越しくださりありがとうございます。こんなに多分100名を超える方に来ていただけるなんて本当に思っていなかったので、とっても嬉しく思います。で、私自身1回戦の時にマサック2016を見てめっちゃかっこいいと思って、新大ジャズに入ってマサックやりたいと思って練習してたら、マサックに入りませんかって声かけていただいて本当に嬉しくて今までやってきました。で、今年に入ってバンドマスターをするということになって、私がかっこいいと思ったように皆さんにマサックかっこいいと思ってもらえるようなバンドにしたいと思ったのと、このマサックのメンバーがなんか楽しいな、サダメル好きやなと思ってくれるようなバンドにしたいなと思ってやばいと思って1年間活動してきました。楽しかったですか？ありがとうございます。はい、もう今日で解散となってしまうんですけど、もうめちゃめちゃ私自身も寂しいんですけど、まあ、みんなになんか人生の中で大学生活マソック頑張ったなっていうのを思ってもらってそしたらなんか私も頑張ってよかったなと思います。で、これから来年もマソック2019が始まります。後輩たちがきっと後輩たち同回生も頑張ってくれると思うので、皆さん温かく見守っていってほしいと思います。今日は本当にありがとうございました。はい、では続いてコンサートマスター森安香さんからの言葉です。言葉、はい、すごい、その感動的な挨拶の後に私が喋るのもなんなんですけども、1年間コンサートマスターをしてきました。コンサートマスター自体をするのは初めてじゃなくて、去年 さっき志摩くんが言ってくれたアップスイングジャズオーケストラっていうところでコンサートマスターをしてたので、まあ、2年目ではあるんですけど、まあ、やっぱり違うところもあって、マソックっていうのは、なんだろう、結構他大学との交流とかがあって名前がいろいろ知られてるところだったんですね。まあまあ、ちっちゃいコミュニティかもしれないんですけど知られてて、それのやっぱ重圧とかはまあありまして、まあ最初の頃は結構思い悩んだりすることもあったんですけど、まあみんなが支えてくれたり、その OB OG の皆さんが支えてくれたり、まあライブにいっぱい人が来て応援に来てくれたりということで、今まで最後のラストライブまでやってくることができました。で、私がこのバンドのバンドマスターじゃないわ、コンサートマスターをやるってなった時に、大事にしようと思ったことがあって、このバンドは、サド・ジョンズ&メルルイス・ジャズ・オーケストラ、メルルイス・ジャズ・オーケストラ、その合計バンドの VJO っていう、一つのバンド、まあ、一つですね、大きく言えば一つの流れのバンドをの曲だけを演奏するっていうバンドなんですよ。で、ってなった時に、そのバンドの曲を演奏するっていう時に、その CD とかレコードとか、そういった音源のニュアンス、その何拍で切ってるからここで切るとかじゃなくて、そのバンドがどう考えてこういう風にしてるのか、どう考えてどう吹いたらかっこいい、どう演奏したらかっこいいって思ってやってるのかっていうのを、何やろ、その分かって、その上っ面だけ真似するんじゃなくて、そのバンドの考えというか、バンドがどうしたかったのか、どう作曲者がどうしてほしくて書いたのかっていうところまで分かることは難しいかもしれないんですけど、そこを推測して、曲作りをするっていうのを、まあ、自分の中のっていうか、まあ、バンドの目標に置いてきました。で、まあ、それはすごい難しいことで、学生がやってるバンドなので、その技量も様々ですし、その年によってもそれは様々ですし、人によっても様々ですし、楽器歴も全然違う、そのプロとは全然比べ物にならないところで、それをするっていうのは結構
構な、なんだろう、まあ、苦難というか難しいことだったんですね。それで、でも難しいけれど、せっかくその一つのバンドを1年間やるのであれば、そういうことをしたいなと思って今までやってきました。で、触れないわけにはいかないので触れるんですけど、夏にあった山のビッグバンドジャズコンテストでは、このバンドは、23位だったっけということで、来年のシード権を失うというか、まあ、去年が、8位だったんですよね。今年が23位ということで、なんかめちゃ落ちちゃったんですよね。で、これは、まあ、すごい悲しいことで、そのバンドとして頑張ってきたことが、他人に、そのバンドはそう頑張ったっていうのでいいんですけど、他人に認められるっていうのってやっぱ、なんか承認欲求わからないですけど、大事じゃないですか。で、それですごい落ち込んでしまったんですけど、やっぱそれは、その、バンド自体をコピーっていう方があんま好きじゃないから言わないんですけど、そのバンドのちゃんと真髄を分かってこの曲をやるっていうことの徹底というのが間に合わなかったことなのかなと自分自身反省していて、だからもし今日のライブを聞いてそれができているかな、それが、ちゃんと皆さんにこういう意思で曲作りをしていたんだっていうことが伝わったなら嬉しいなと思っています。それは皆さんが、このラストライブに来てくれた皆さんが判断してほしいことかなと思います。はい。ちょっと真面目に喋ってしまったんですけど、こんなことでもないと、ちょっと真面目に喋らないので、ちょっと普段真面目に喋ってこなくていい人間なので。はい。ということで、今日は本当にこんな100人を超える皆様に来てもらえるとは思ってなくて、本当に正直嬉しくて、ちょっと嬉しいんですけど。はい。このバンドは、今年で解散、これで解散となってしまうんですけど、来年以降もきっとみんながね、2019としてやっていってくれると思うので、2019の応援もよろしくお願いいたします。今日は、来てくださってありがとうございました。